こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕も皆さんも大好きなユニクロの数ある商品の中から特に小物というところに注目して皆さんにおすすめのアイテムをご紹介したいと思っています。ユニクロには数ある商品があるんですが、その中でも特に使いやすいのが小物なのかなと思います。着こなしの中では目立たないんですが、非常に機能的でデザインもシンプルで使いやすいものがユニクロにはたくさんありますので、今回は数ある小物の中からスタイリストの視点でこれはおすすめですよというものを具体的にお伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただきたいなと思っています。まず一つ目ご紹介したいのはユニクロのベリーショートソックスになります。ユニクロの靴下というのは結構愛用してる方が多いと思うんですね。そして靴下のバリエーションも結構多いんですが、その中でも僕が特に愛用しているのはベリーショートソックスなんですね。春から夏にかけてめちゃくちゃ活用する靴下なんですね。ベリーショートというぐらいなのでかなり浅めのソックスになっていまして、靴を履いた時に靴下の存在が全く感じられないようなものになるんですね。で、結構多くの男性が履きがちなのがくるぶし丈のソックスなんですね。これはですね、中途半端であんまりかっこよくないです。ちょっと丈の短いくぶ丈ぐらいのパンツを履くと靴下がくるぶしからちょっと覗くのはあまり素敵ではないので、靴下を履くのであればなるべく短めで存在感を消すか、もしくはしっかりと長さのあるもので中途半端にくるぶしを見せないか、この2つの選択肢があるのかなと思っています。長さのある靴下というのは柄の雰囲気だとかが結構大切になるので、僕はあえてユニクロでは選びません。むしろベリーショートソックスのようなもう見えなくなるようなものであればユニクロで購入するのが一番便利なのかなと思っています。ユニクロのソックスは3足で1000円とかかなりリーズナブルなので、できればですね同じ色で揃えた方がいいですね。ベリーショートソックスブラックで全部揃えてしまうと洗濯の時も便利ですね。右と左とかも意識しなくていいですし、いくつかまとめて洗濯しても管理がしやすいので、同じ色のものを複数買うというのが靴下においては鉄板なのかなと思いますので、ぜひユニクロではベリーショートソックスブラックを買っていただきたいなと思っています。続いて2点目なんですが、インナー T シャツですね。これもめちゃくちゃ使えます。インナー T シャツといっても様々なバリエーションがあるんですが、まず一つおすすめしたいのがスーピマコットンクルーネック T シャツですね。これはですね春夏に発売するアイテムなんですが、非常に肌触りが良くて生地の質感もいいので皆さんにおすすめしたいアイテムの一つですね。僕は一年中通して白の丸首 T シャツというのを愛用してるんですが、お風呂に入って上がったら必ず白 T シャツを着るようにしています。この白の無地 T シャツというのが全ての着こなしの基本になっていまして、この上に重ね着をするようにしてるんですね。いろんな T シャツを試してみたんですが、スーピマコットの白 T シャツは非常にクオリティがいいですね。僕の中では無印良品と、ユニクロのスーピマコットン、この2つが2大巨頭なんですけども、スーピマコットンは春夏には置いてあるんですが秋冬には置いてないので、秋冬に関しては無印良品の T シャツを選ぶようにしていて、春夏に関してはスーピマコットン、ユニクロで選ぶようにしています。ユニクロの T シャツの中でも少し高めではあるんですが、非常にですねクオリティの高いものになってますので、コスパは高い T シャツかなと思っています。ぜひ春夏はスーピマコットンの T シャツを一つの基盤として皆さんに選んでいただきたいなと思っています。そしてインナー T シャツとしてはもう一枚おすすめのものがあるんですね。それがエアリズムシームレスというものですね。これは数年前にユニクロから発売になったものなんですが、縫い目がほとんどないので着ていてすごく肌触りがいいのと、上にですねシャツとかを着た時にも透けないんですね。これが縫い目があったりすると表面に凹凸が出るので、どうしてもこう透けて見えてしまうんですね。それがシームレスになっているので非常にですねこれが使い勝手がいいんですね。色を選ぶのであればベージュがおすすめです。単体で見るとものすごくダサいんですが、これが一番透けにくいので皆さんにお勧めしたいインナーかなと思っています。似たようなもので、グンゼのもの、これが元々の起源になってですね、グンゼのチークと言われるシリーズですとかインティーと言われるシリーズもあるんですが、ちょっと価格帯が上がるのでもうちょっと気軽に取り入れたい方はユニクロのエアリズムシームレスがおすすめかなというふうに思っています。縫い目がないだけで全然見え方が違いますので、皆さんもシャツの下に着る用のインナーは必ずこの縫い目のないインナーで統一をするようにしていただければなと思っています。続いて3点目、これはパンツなんですね。パンツはいろんなブランドから出してますし、僕自身いろんな価格帯のものを試しました。1枚5000円以上するものも伊勢丹なんかで買って試したりもしましたが、その中でもやはりデイリーに使ってすごく使いやすいのは断然ユニクロのパンツなのかなと思っています。値段も安いですし、かなり機能的ですよね。エアリズムシームレスのパンツもめちゃくちゃですね履き心地がいいんですね。これも縫い目もなくて
そしてかなり薄手なので、もう履いてる感覚がないぐらいのものなので、皆さんにお勧めしたいなというものですね。あとはエアリズムシームレスに関しては基本的には化繊になっているので、肌触りに好き嫌いがやはりあるので、まあ、ちょっとそれが苦手だなという方はスーピマコットンのパンツを履かれるのがいいかなと思っています。肌触りにはちょっと違いがありまして、スーピマコットンの方が少し厚手になるんですが、そちらの雰囲気の方が好きな方にはお勧めしたいかなと思っています。僕はどちらかというとスーピマコットンの方が肌触りが好きなので、こういったものを買うことが多いかなというふうに感じています。パンツにはいろんな形があるんですが、僕はローライズの方が履きやすいかなと思います。ちょっとかがんだ時にパンツが見えるっていうのがあんまりかっこよくないので、ローライズを選んだ方がそういったチラ見えを防ぐことができるので、皆さんにお勧めしたいなと思っています。まあ色とか柄にもバリエーションがたくさんありますが、ここはあんまり冒険しないで、例えばブラックだとかネイビーのもう無地を選ぶのもいいと思いますし、あとはシンプルなボーダー柄のものも意外と使い勝手がいいので、なるべく柄で遊ばずにですね、シンプルなものを選んでおいた方が良いかなと思っています。そしてまあ定期的に入れ替えるということですね。本当に 2,3 ヶ月に1回ぐらいのペースでパンツをガラッと入れ替えてしまうのも、僕は清潔感があっていいかなと思っています。ちょっと高いものを買うとそれだけ長く使おうと思ってしまうんですね。結構高いもの僕も今まで履いてきたんですが、もったいないのでなるべく長く履いてしまおうと思うので、そうするとよりよりの状態まで履いてしまうので、できれば短期間で回していく方が僕は清潔感があっていいのかなと思うので、その点ユニクロのパンツというのは使い勝手がいいのかなと思っています。続いて4点目は寝巻きですね。僕の寝巻きはずっとユニクロです。もう10年近くユニクロなのかなと思っています。もちろん部屋着と寝巻きは僕は分けるようにしてるんですね。布団に入る時だけ寝巻きを着ていて、それ以外のちょっとコンビニ出かけたいですとか外出する可能性があるものに関しては部屋着を着るようにしてるんですね。そこにはそこそこ投資をするようにしていまして、ノースフェイスの部屋着を着るようにしているんですが、まあもう寝巻きに関してはもう誰が見るものではないので、なるべく着心地がいいもの、そしてサイズが合っているもの、そして機能的なものを選んだ方がいいかなと思うので、その点ユニクロに勝るものはないかなと正直思っています。春夏秋冬で素材を分けるようにしているんですが、結構寝巻きってサイズが細分化されているところが少ないんですね。ML の2サイズしかないですよっていうところも多かったりするんですが、ユニクロはちゃんとちっちゃいサイズも揃えてますので、僕の体型にも合うものは必ず揃ってるんですね。ですのでユニクロの寝巻きめちゃくちゃいいです。デザインもシンプルなものが多いので、そこはそんなにこだわりすぎずに、なるべく手軽な金額で買って定期的に入れ替えるようにしています。ですので寝巻きは皆さんもぜひユニクロで購入をしていただきたいなと思っています。そして5点目ですね。これ帽子なんですね。ユニクロって結構帽子が穴場でいいなと思っていまして、僕はニット帽ですとか、あとはキャップですね、ユニクロで購入するようにしています。中でも最近愛用しているのが UV カットツイルキャップというものですね。これはいろんなカラーバリエーションがあるんですが、ネイビーを選ぶとすごくバランスが良いのかなと思っています。帽子にも実はトレンドがあって、ハットみたいなものが流行る時もあれば、今なんかはキャップが結構全盛なんですね。なるべく帽子でキザ感を出さないっていうのがトレンドの時期なので、結構ユニクロのキャップというのはシンプルで形もいいので、皆さんにもお勧めしやすいかなと思っています。キャップにもいろんなものがあって、ロゴの入っているものとかもありますが、なるべくシンプルなものの方が僕たち30代40代には使いやすいので、ぜひユニクロのキャップからトライをしていただきたいなというふうに思っています。でラスト6点目にご紹介したいのが、先日発売になりましたユニクロ U の中からブロックテックハニーバッグというものをお勧めしたいなと思っています。これはここ数年の定番になっていまして、ユニクロ U が発売すると必ずこのアイテムが並んでいるんですね。まあ斜め掛け用のバッグなんですが、まあ、ユニクロの通常ラインのものに比べるとものすごくデザインもシンプルですし、今っぽい仕上がりになっていますね。これはですね、いろんなセレクトショップでも似たようなものが置いてありまして、結構ビューティー&ユースにも似たようなものが置いてありまして、僕はそちらを持っているんですが、まあ、並べた時にもですね、ほとんど違いがないぐらいの仕上がりの良いものになっています。休日はなるべくバッグは大きいものを持ちたくないという方は、こういった斜め掛けのバッグを持ってもらうとすごく便利かなと思っています。最近はですね、こういったバッグは後ろ背中側に持つのではなくて、あえて前にかけることが多いんですね。このバッグというのをアクセントの一つとして使うことが多いので、その時にはこういったシンプルなものが非常に使い勝手がいいかなと思っています。中にはアークテリクスだとかノースフェイスのこういったショルダーバッグを持っている方もいて、それも非常におしゃれなんですが、ちょっと価格帯が上がるんですね。ですのでまず気軽にこういったショルダーバッグを持ちたいのであれば、ユニクロ U のバッグから使ってみるのが良いのかなと思っています。もちろん色はブラックを購入するようにしてみてください。
まあ、このようにですね、ユニクロには様々な小物がありまして、非常に使い勝手が良いものが多いんですね。でもどれもが皆さんにお勧めできるものかなというと、そんなことはなくて、例えばサングラスだとかメガネ類とかも並んでるんですが、ちょっとですね、素材の質感とかが光沢感があって、これはちょっとお勧めできないかなっていうものもあります。まあ、形自体はいいので、今後改良される可能性はあるのかなと思うんですが、サングラス、メガネに関しては僕はパスしたいなと思うんですね。バッグ類もですね、結構シンプルすぎて、これはですね、ちょっとあまりお勧めできないなっていうものも多かったりします。あと靴ですね、スニーカーとかもシンプルでいいんですが、ちょっと物足りなさを感じるので、こういったスニーカー系であれば、同じファストファッションブランドの中ではザラなんかがおすすめですね。白のシンプルなレザーライクなスニーカーなんかはザラが非常に作りが良かったりするので、そういったスニーカー系もまだユニクロは強くないかなというふうに思っています。あとベルトとかネクタイですね、こういう小物なんかに関してももう少し価格帯を上げた方がバランスが良いのかなと思っています。特にベルトなんかは1本買ったら長く使うものなので、もう少し投資をしてもいいのかなと思っています。セレクトショップのオリジナルですとか、ベルトの専門ブランドのもの、だいたい1万円以上のものを買って、ちょっと長めに使った方がかえってコストパフォーマンスが良いのかなと思いますので、ベルトを価格帯を上げた方がいいかなと思っています。あとネクタイに関しても結構ですね、着こなしの中心に来るものなので目立つんですよね。ここで価格を抑えてしまうと、なかなかスーツスタイルがかっこよく見えないので、ネクタイは僕は逆に投資をした方がいいのかなと思っています。まあ、小物類もいろいろあるんですが、買っていいものとちょっと控えた方がいいものが分かるというところで、皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。ということで、今回の動画ではユニクロの数ある商品の中から小物というところにスポットライトを当ててご紹介をしました。ぜひ参考にしてみてください。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。